皆さんこんばんは、モナリザクロームでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さて皆さん、昨日はニッコール 45mmF2.8 のパンケーキレンズについてのお話をさせていただきました。実はレティシアさんからこのレンズの画像をお送りいただきました。ありがとうございます。それで今日はレティシアさんからいただいた画像を元にお話をします。まずこちらでございます。これは GNO とニッコール 45mmF2.8 ですね。 DF に装着しています。やっぱり古いレンズなのでそれなりの使用感はございますね。でも DF にお似合いでやっぱりかっこいいっすね。このレンズが出たのは1969年です。それから5年間製造されたようですね。絞りリングの動きとピントリングの動きを連動させるため GN レンズでは他のニッコールとピントリングの作動方向が逆になっている、作動方向が逆になっているとのことでございます。またフラッシュのガイドナンバーをセットすると距離に対応した絞りにロックされる。あとはピントを合わせるだけで撮影できるので便利だということですね。パンケーキレンズですからある程度絞ってスナップあるいはストリートで撮影するのに向いていると思います。小型軽量でね、扱いやすいレンズだと思います。こちらはフードがついていますね。まあすごいフードですね。今では考えられないフードですよ。下の方に F っていう文字が見えますけどもね、いやこれもねまたメカニカルですごいかっこいいですよね。へー、昨日お見せしたフードとはまたね、全然違うフードがね、初代 GN レンズでは作られていたんですね。そしてこちら、左側が GN レンズで、右側が新しい方、2001年に発表された AI ニッコール 45mmF2.8P の方でございます。はい、それを装着したところですね。まあこのレンズについては質感が高い仕上げでそれぞれ同色のフィルターと専用フードが付属していた。まあシルバーとブラックがありますので専用のフードまで付いていたんですね。クラシカルな雰囲気をまさに演出する演出しているレンズではないかなと思います。専用フードがついています。このねフードはコレクターズアイテムだそうでございます。いやーかっこいいですよね。この独特のフードデザインがね、何とも言えないですね。はい、こちらになりますね。カメラの方は FM3A。 この FM3A っていうカメラですけども、オート時は電子制御、マニュアル時は全速機械制御。マニュアルの時は機械制御するという画期的なハイブリッドシャッターを採用してたんですね。これによりたとえ電池が切れても露出計は動かないものの撮影を続けることが可能になった。
これ NewFM2 でその一つ前のカメラになりますね。幅広い層に愛され10年にわたるロングセラーを記録した。最速4000分の1秒、同調速度は250分の1秒を機械式シャッターで実現。カメラの基本に忠実な作りから、写真学生はまずこのカメラを持つことから始まった、で、この後に FM3A ハイブリッドのこのカメラが出てきたんですけども、このカメラが出た時に一緒に出たのがこのレンズだったということですね。カメラの AE に決めてもらった露出に露出補正をかけるなんてまどろっこしいことはせず、シャッタースピードと絞りの両方を自分で決めて撮影する。これこそが写真撮影の基本であり、機械式カメラで撮ることの醍醐味である。確かにおっしゃる通りだと思います。そう思いますね。まあ、ただそのためには慣れてなければなりませんね。結果としてどうなるかっていうことを自分で体験していないとそれはできないわけです。まあ写真学生にとってはね、まあそこで多くのことを学ぶことになるんですね。以前新聞紙を撮るというね課題について触れましたけどもね、同じように今度はカメラの扱い方についての基本をこの機械式カメラではね学ぶことができるということなんですね。相田さんという人がこう書いていらっしゃいます。デジタル時代になって電池の充電、撮影データのバックアップなどに追われていると、電池いらずの FM2 を使い始めた頃、ファインダー内で被写体のピント合わせに精一杯だった学生時代がとても懐かしくなる。撮影の原点はここにある。この絞りとシャッタースピード、まあこのアーサーも含めて、自由に操れてこそ初めてカメラを楽しむことができるということなんでしょうね。で、写真に戻ります。こちらはあのフードですね、これは新しい方のフードになります。これはレンズキャップをつけているところ、これは GN の方ですね。はい、レンズキャップをつけているところということになります。レティシアさんからはですね、大変貴重な画像を送っていただきました。この場をお借りして感謝申し上げます。ありがとうございます。もし皆様方で、オールドレンズに関わる貴重なものがございましたら紹介しますので、お送りいただければ幸いです。よろしくお願いします。私なんかは本当にダメでも、もう A にしてありますからね、絞り優先で撮ろうというね魂胆が、もろ見えですよね。失敗してもいいから少し練習しながらね撮影してみようかなと思っています。フィルムカメラ、車が壊れなければね、今頃どうやってデジタル化をしようかなっていうことにね、なっていたと思うんですけれども、今は、車のことで精一杯ですね。私はデザインに関わる仕事もしてますので、可能であればやっぱり一番かっこいいマツダ2のようなコンパクトカーに乗ってみたいなと思いますし、もう今日の最先端技術を詰め込んだ日産ノートのような車に乗ってみたいとも思います。また一方で家族のことを考えると、フィットのような車がいいかなとか、低燃費のハイブリッドかトヨタヤリスとか、あるいはもう車を楽しむんであればスイフトスポーツとかね、まあ未だに決まらないで悩み続けているところでございます。
私の人生の最後の車選びになるのかな。そんな形でね、あまりわがままは言わないで、みんなのことを考えながら車を選んでみたいなと思っております。ということで、今夜もですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。おやすみなさい。